と夢学院桜組による観光 PR ライブです。どうぞごゆっくりとお楽しみください。皆さん、こんにちは。こんにちは。私たち北海道学院桜組です。夢サーカス盛り上がっていくぞ。せーの、はい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 。覚えて帰っていただけたらなと思います。はい、皆さん短い間ですが最後まで楽しんでいってください。ということでね、はい、最初の曲はカバー曲で学園天国でした。はい、それではここでご存知の方もいるとは思いますが、私たち北斗夢学院桜組の紹介をさせていただきたいと思います。桜組は北海道新幹線開業へ向けて北斗市と南北海道の地域活性化と観光 PR のお手伝いをすることを目的に結成された北斗市公認のローカルアイドルグループです。ということでまずは自己紹介、レイチンからお願いします。はい、いつでもどこでもテンションマックス、アイドルなのにアイドルさんが大好きな高校3年生18歳のレイチンことレイナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、趣味の多さは誰にも負けません。みんなの妹になりたい中学校3年生14歳のなっちゃんことなつきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、
見た目は大人、中身は中学生、中学校3年生15歳のあっちんことあすかです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、食べること大好き、食べまくるアイドル、食べのる高校3年生17歳、桜組リーダー萌えたんこと萌えかです。よろしくお願いします。イエーイ。それではここからは桜組のオリジナル曲を聴いていただこうと思います。とってもコミカルで楽しい曲となってますので、皆さんも楽しみながら聴いていただきたいんですけれども、はい、はい、そんなね、楽しみながら聴く秘訣をアスカ知ってるんですよね。はい、この曲ですね、さっきレイチも言った通りコミカルでとっても楽しい曲なんですよ。なので曲入る前に皆さんにもね、楽しんでもらうために、その楽しみ秘訣をちょっとだけ紹介したいと思います。お願いします。この曲のサビで私たちがトーマトマトと歌うので、パパンと拍手をしてほしいんです。じゃあ一回練習してみたいと思いますね。それでは皆さん手を上に上げてもらっていいですか。私たちに見えるように。ちょっと物を持って、はい、ありがとうございます。はい、いきますよ、せーの。トーマトマトパパン、トーマトマトパパン。どうですか萌えた。お、やってくれてる方もね、たくさんいるんですけど、まだまだちょっと寂しいかなっていう感じなので、もう一度練習したいですね。じゃあもう一度やりますね、はい、じゃあ皆さんもう一回手を上に上げてもらっていいですか。お、ありがとうございます。増えた。はい、いきますよ、せーの。トマトマトポポン、トマトマトポポン。どうですか、レイチュー。もう完璧だと思います。完璧ですか。何パーセントですか。何パーセントですか。もう350ぐらいですかね。おじゃあ行こう。今は350ぐらいなので、はい、じゃあ行きたいと思いますよ。それでは聞いてください。トマトマトマト。
と夢学院桜組ステージ恒例の北斗市のクイズで楽しもうと思います。分かった方は手を挙げて。正解した方にはなんと、なんとメンバーそれぞれのメッセージとサイン入りのトラピスト修道院に売っているトラピストバター飴をプレゼントしたいと思います。イエーイ。はい、なのでこの豪華なトラピストバター飴を目指して皆さんもどん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 参加してみてください。はい、それでは行きたいと思います。第1問、じゃじゃーん。霹靂川上流の森の中、静寂の中に涼しげに水がきらめく神秘の森の風景が広がります。さて、ここの場所の名前は何でしょう。1、釜の宣教。2、鍋の宣教。3、皿の宣教。さあ、わかる方いますか。わかる方手を挙げてください。レイチン、どなたにしますか。どうしますか。みんな元気がいいですけど。そうだ、皆さん元気がいいんですけど、はい、抱っこしてもらってる。お、メガネかけてる。女の子です、はい、メガネかけた。お願いします。1番の玉の宣教。せーの、正解。おめでとうございます。はい、それではどんどんいきますよ、はい、第2問。じゃーん。聖母が一人の少女の前に現れたという世界的に有名な洞窟がフランスにあります。北斗市のトラピスト修道院の裏にある丸山にもこの洞窟が作られているそうです。さて、この洞窟の名前は何でしょうか。1、レレレの洞窟。2、ウフフの洞窟。3、ルルドの洞窟。さあ、どれでしょう。ありがとうございます。分かる方手を挙げてください。あ、じゃあジャンプしてる女の子に当てよう。どの女の子に。帽子かぶってる。じゃあお願いします。3番のルルドの洞窟。はい、せーの、正解。おめでとうございます。では次の問題いきますよ。はい、第3問。じゃじゃーん。北斗市には駒ヶ岳や大沼、小沼まで見渡せる絶景の展望台のある高原があります。その高原の名前は何でしょう。1、キジ引き高原。2、伊豆高原。3、チベット高原。さあ、どれでしょう。分かった方。これは結構多いですね。いますね。なっちゃん、どなたにしますか。お、それじゃあね、じゃあ1番前で手を挙げてください。はい、1番のキジ引き高原。せーの、正解。おめでとうございます。はい、高原ね、皆さん、キジ引き高原行ったことある方いますか。ありますか。あります。あ、ありますね。いますね。ちらほらいますね。そうね、キャンプするときにはすごいいいところなので、はい、皆さんもぜひ行ってみてください。そうですね。それでは、はい、最後の問題です。じゃじゃん。私たち桜組は北海道新幹線開業へ向けて北斗市の観光 PR や地域活性化のお手伝いをすることを目的に結成されました。そこでクイズ。北海道新幹線開業は何年度でしょうか。1、2018年度。2、2015年度。3、3000年度。さあ、どれでしょうか。わかってますか。最後の問題ですか。最後の問題。じゃあね、じゃあ今日女の子ばっかりだったから男の子に当てようかな。いいですね。はい、と思ったらすごくね、真剣な眼差しで見つめてくれている帽子をかぶった男の子がいるんですけど、お願いします。2番の2015年度。せーの、正解。おめでとうございます。はい、もうすぐです。もうすぐです。今2013年度なんで、あと2年、はい、でも7ヶ月、8ヶ月、そこらいですね。ですね、8ヶ月。楽しみです、はい、なのでね、今日クイズでご紹介した北斗市の観光地も観光地など皆さんもぜひ遊びに来てください。はい、それではそろそろ曲に行きますか、萌えたん。はい、次の曲はですね、先ほども紹介しました北海道新幹線が開業された時に南北海道にたくさんの観光客の方が訪れてほしいなという願いを込めて歌っています。それでは聴いてください。桜組で旅の途中。
とうございました。旅の途中でを聞いていただこうと思います。はい、それでは聞いてください。桜組で旅の途中。間違えた。おー、今お疲れですよ。決まってましたね。じゃあもう一回次の方行きましょう。はい、振り返っていくよ。はい、それでは聞いてください。桜組で桜色のエール。玄関の扉開けて
桜色のエールでした。それではここからお知らせです。私たちのファーストシングルが発売になりました。イエーイ。はい、今日聴いていただいた桜色のエールとトマトマトマト、それぞれのカラオケバージョンに加え、なんと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 なんですか、スマートフォンなんかに入れて使えるモーニングボイスも収録されています。イエーイ。はい、というわけでモーニングボイスって何なんだろうっていう方たくさんいると思うんですけども、はい、今日はね、ちょっとメンバーがいるんですよ、はい、いるんですよ、メンバーはなので、ちょっとメンバーにここでやってもらおうかなと思うんですけど、いいね、いやー、なんか皆さんも思ってると思うんですけど、なんか今日デイチン調子良さそうだな。いやいや、もう萌たんもなんかやりたいですよね。じゃあそんなにレイナさんやりたくないんだったら私やりますよ。めっちゃアスカやります。めっちゃやります。どうぞどうぞ。やりますよね。ここはね、気合を入れ直していきたいと思います。レイナはですね、よくテレビとかであるような寝起きドッキリの設定なんですけど、はい、やっぱりドッキリの部分は、ね、CD を聞いて、そうですね、勝手に聞いていただいてほしいので、今日はちょっとね、最後の方のキュンってする、言いましたからね、自分でキュンってするって、これやりたかった、キュンってはい、やりたいと思います。はい、じゃあ皆さん、レイチに注目しててくださいね。寝てる方もいますから、ね、あ、嘘、寝てる方いますよ。はい、じゃあ行きますよ。3、2、1、おはよう。今日も一日一緒に頑張ろうね。あ、言い忘れた。タラー！すごい飛んじゃった。はい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 、ということで、このダの後はね、皆さん CD を聞いてからのお楽しみということで、メンバーそれぞれ設定がありますので、ぜひ私たちの声で目覚ましかけてみてください。はい、はいはい、ということでね、もうやっと私たちのイベント出演情報は、はい、Twitter や Facebook、ホームページなどで随時発信しています。メンバーもそれぞれ Twitter やブログも書いているので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてここでもう一つ大事なお知らせがあります。現在私たち桜組新メンバー募集中です。イエーイ。はい、ということで、はい、なんだか噂によると2人ぐらい採用するという噂があるようなので、はい、そしてですね、歌と踊ることが大好きな女の子、アイドルに興味があるよっていう女の子、新しい自分を発見したいという女の子、中学校2年生から高校2年生までの女の子を大募集中です。はい、詳しくはホームページなどご覧ください。私たちと一緒に頑張りましょう。はい、ということでですね、残念ながらもう最後の曲となってしまったんですが、最後の曲も皆さん一緒に盛り上がりましょう。それでは聴いてください。北斗へゴー。
梅学院桜組でした。